どうもこんばんは、パパゲンです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はね、何を飲もうかなと思ったんですがね、こんなものをいただきました。箱入りウイスキー、すごいね。川口湖のお土産でいただいたんですけどね、いいな、いいな、川口湖行きたいな。なんか僕もここ何年もね、県外旅行行ってないんだよな。で、そういうことでね、いただいたものなんですがね、それを開けていこうかなと思います。で、こういうのね、ついつい温存しちゃうことがあるんでね、というか温存してるものが大量にあるんですが、あの先日のライブでね、お見せしたようなね、ボジョレ・ヌーボー、何年も前のボジョレ・ヌーボーとかね、ヌーボーでもう亡くなってるというね、そういう話があるんですが、そんなものがしばしばありますのでね、いただき物でそういうことでちょっと失礼なんでね、もう、なんていうのかな、こう、熟成されてしまう前にもう、とっとと消費してしまおうというね、そういう魂胆でございます。どうだろう、これ、このサムネイルどうだろうね、こっち側に、多分こっち側の方がいいのかな、サムネイルをね、こうやってね、こうやって掴んでるとなんかウイスキーっぽいという、一応こっち側の構図の方を取っとこう。よし、じゃあ開けますよ。もう、開けちゃうよ。いいのかな？これ絶対美味しいやつなんだけどさ、もったいねえなぁ。まあいいや、開けちゃうよ。よし、開けちゃうよ。よし、ということでね、で、やっぱりね、ウイスキーはね、ストレートで飲むのがいいんですよね。で、チェイサーも用意しておきました。ちょっとチェイサーもちょっと一応奮発したよ。奮発っていうか、まあミネラルウォーターがあったんでね、水道水じゃないです。はい、まあ、ミネラルウォーターもね、なんかなぜかこうあったりしてもね、いつまでも減らないっていうことがありますんでね。よいしょ。で、ちょっと先にちょっと水飲んでおきます。あ、ちなみにこの格好は気にしないでください。冬は僕はいつもこれなんです。ドテラ代わりです、これ。もうこれね、外に着てかないから、全然上着じゃないです。もう完全に上着だったんだけど、上着じゃないです。ということでね、まあいいや。では皆様、準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。久しぶりに好きで。来るね。うまい。一杯目からこれいっちゃうのはあんまり良くないんですがね。ちょこっとだけ香りを楽しんで。と思ったら、こう、チェイサーで。で、今日はね、こんなものがあります。これ、白身魚の、なんか、なんだっけ、香草焼きというか、なんていうのかな、いや、焼いてないやつを買ってきたんですが、フライパンで焼きました。なんだっけ、忘れちゃった。しかもこの魚の名前も忘れてしまいました。なんだっけかな。ついでにソースないんでマヨネーズをかけますというか、つけます。いただきます。いいね。もう一切れあったんだけど、もう一切れ焼いちゃよかったっちゃったな、まとめてな。温存するんじゃなかった。おいしいです。この魚なんて書いてあったかな。白身魚って言ってもちゃんと名前があったんだけど、ラベルに書いてあったんだけど、なんか聞いたことのない名前の魚でしたね。一応養殖物らしいです。だからなんだかよくわかんないけど、こう、たまたま網に引っかかった変な白身魚を、っていうふうなわけじゃないらしいです。なんだっけかな、デスモスチルみたいな名前でした。全然違うかもしれないけど、イメージはデスモスチル。デスモスチルって示準化石と言われるやつですね。まあ、それとあとはキュウリの千切りね。まあ、こんなもんで十分です、もう僕は。
もう今日は夕飯も食べちゃいましたしね。あれ夕飯何食べたんだっけ、なんだっけ、パスタを食べたな。キノコのね、瓶詰めがあったんですよ。なんて言ったらいいのかな、よくえぬきの味付いた瓶詰めがあるでしょ。で、あのえぬきだけじゃないバージョン、いろんなキノコが入ったバージョンがあったんですが、それがもう最後のこの瓶の底にこれぐらい残ってたんで、これをパスタにしちゃいとかって思ってね。とりあえずだから麺茹でて、あとフライパンにニンニクを炒めて、そこにパスタを放り込んで、でそのキノコを放り込んで、ぐにゃぐにゃぐにゃっとやったというね、それだけでしたけどね。それだけでも十分美味しかった。そうだ、複数種類のキノコの瓶詰め、あれ買ってこよう。ドンキホーテで売ってたんですよ。そうだよね、メガドンキ行かなきゃないのかな、普通のドンキにはないのかな、どっちだろうな。まあいいや、あのナルトと成田に、メガドンキがありますんで、そのどっちかに行って買ってこようと思います、次、成田ともかくね、ナルトなんて言ってもね、千葉の人でさえどれぐらい認知してるかよくわからないけど、ましてや県外の人にとってはね、ナルトとかって言っても全く分かんないでしょうね。つい何年か前まで、つい何年じゃないかな、もう10年ぐらい前かな、まではナルト町ってね、ちゃんと自治体が存在してたんですけどね、だけどもうすでに自治体もね消滅してしまいました。今は山武市ってなってるんですけどね。でもね、山武市ってこの名称なんですけどね、それ以前の軍の名称としては山武軍だったんですよね。山武軍が同じ感じで今度は市になった時にね、山武軍の中の町がこう合併して鳴門中心だったんですけどね、山武市になったんですけど、同じ字で山武市になった時には武が無になったんですよね。歴史的には山武の方が由緒ある名、呼び方らしいんですが、まあまあよくわかんないです。僕動画で時々ね、うんちくっぽいことを言いますが、あれね、まあ頭に入ってる時もあるんだけど、結構ね、なんて直前にね、とりあえず一生懸命暗記してそれらしくペラペラ言ってるってことがまあしばしばあります。三部と三部もなんかそんな感じでペラペラ前に動画で喋ったことがあったんで、なんとなく覚えてるんですが、それ以上詳しいことは忘れちゃいました。このデスモスチルっぽい名前の白身魚、まあまあ美味しかったな。やっぱりもう一個やりときゃよかったな。今から行くのめんどくさいんだよな。いや、どうしようかなって悩んでるんですよ。もう一枚焼こうかどうか。一枚焼き始めて、もう一枚、って、よっぽどね、もう一回冷蔵庫に取りに行ったりしたんですが、そこでやめときました。ちょっと前までは、こういう時は悩まず、じゃあ二枚目も焼いちゃえとかって、ね、焼いてたんですが、最近こういうの、そういうのやめたんですよ。なんていうのかな、食べ物買ってきてね、分けることができるときは2回に分けて食べるとかね、2回とか3回とかね、複数回に分けて食べるということをなるべく心がけるようにしてるんですよ。まあ節約にもなるっていうのもあるんですが、それ何よりね、食べ過ぎを防止するというね、まあせっかくだからあるんだから食べちゃえっていうのも、まあもちろん昔若い時はそれでもよかった。だけどそのペースだとね、なんていうの、カロリー摂取が肩になってくるわけなんですよ。だからね、ちょっと発想をこう最近はもう入れ替えたんですよ。食べられるんだったら食べちゃうんじゃなくって、2回に分割できるんだったら分割しちゃおうっていう、そういう風なね方針にしてるんですけどね。でもあんまり効果がねえんだよな。摂取量カロリーを減らしたらそれに体慣れていくのかなとかって気がねするっていうか、ね、ひょっとしたらね、案外ね、人間ってね、ほとんど物食わなくってもさ、意外と生きていけるんじゃないかって気がするんですよ。子供はダメだよ。子供はダメだけど、ある程度年食ってくると、で、それからそうだな、肉体労働系とかね、そういうふうなことをバリバリこう動いて体使うような人でなければ、意外とね、ほとんど実は食べなくってもやっていけるんじゃないかというね、そんな気もしたりするんだけど、いや全く食べないとさすがにやばいですね、即身仏になっちゃうから、なんですが、でもまあ最低限というかね、普通に言われてる分よりもね、少ないぐらいの量でも意外といけんじゃねえかなって思ったりするんですけどね。でね、僕ね、なんか最近思うんだけど、飲み食いしなくても死なないんだったら飲み食いしないのが一番健康法になんじゃないかなとかって思ったりするんですよ。体の具合が悪くなる原因ってのは飲んだり食ったりするってことに、ね、あるような気がして仕方がないんですよね。血圧が高くなるのは塩分とかさ、それからまあ油分とかの多いものを食べ過ぎてしまって、
動脈がこう硬くなってくるからでしょ。まあ、それからね、なんていうのかな、まあ、アルコールの飲み過ぎもね、いろいろとよろしくないですしね。あとそれからね、歯も悪くならないだろうしね。だから一番の健康方法は飲み食いしないというね、だけど飲み食いしないとね、なんか大抵はちょっとお腹減ってね、痛くなってきちゃったりとかね、よろよろ力が入らなくなっちゃうんで、仕方がないから食べるしかないというね。いや、僕ももう仕方がないんだよな、もう仕方がなく飲んでるんですよなんてね、あ、そうだ、でもね、ウイスキーはこれぐらいしとこう、もうあとこんだけなんだけど、あとこれからね、このウイスキーはね、ちょっと寝る前の最後の一杯にしようと思います、そうしないとね、調子に乗ってしまうとね、結構ね、これぐらいのウイスキーの一瓶泣いちゃうんだよな。自分が主語だって言うわけじゃないんだけどね、これぐらいの瓶だとね、なんていうのかな、一杯目からウイスキー飲み出して、そのまま調子よく気合入れて飲んでっちゃうと、まあ、一晩で、こんぐらいまで行くと思うんですよ。行っちゃうんですよ。結構。気がつくとこんぐらいになってるってことがね、よくあるんですよ。特にね、いいやつだったりするとね、やばいんですよ。で、次の日後悔するってことがね、しばしば未だにあるんですが、時々ね、だからこれ今日これ続けて飲むのはやめとく。味も見たし美味しかったというのが判明したんで、ここまでなので、次は一応ビールにします。はい、こちらです。半額、お酒が半額ってのは嬉しいんですよね。これ近所にヤックスというね、スーパーマーケット、千葉薬品って言うんですけどね、やっぱ千葉にしか多分ない、ひょっとしたら茨城の方にもあったかな、茨城にもあったかもしれないけどね、まあまあ千葉薬品、ヤックスというねスーパーで買ってきた。ヤックスはお酒とお米の半額が時々あるんです。お勤め品でね、定期的な半額セールじゃないんですよ。お勤め品なんだけどね。だけど米が半額になってるのって普通見ないですからね、スーパーでね。で、酒も半額はそんなに見ないから貴重なんですよ。でね、まあまあいいや。だから今日たまたま行ったらレジでね、売ってたんで半額で。だからこれ買ってきたんですがね。だからこれをいきます。さすがにね、発泡酒とはね、半額だとね、すごくお得ですよ、これ。だってこれ定価767円。もう見えないかな。767円の半額だから、いくらだ、383.5 円ぐらいか。380円だから、1本60円ちょっとですもんね。これ絶対得だ。絶対得だ。まあでもね、まあドラフトも、あれなんか、これ久しぶりなんだけど、デザイン変わった？いやいや、いつも飲んでる人にとっては常識かもしれないんですけどね。僕これあんまり飲まないんで、なんか前と銘柄じゃない、デザイン変わってますよね。とあと 330ml ってなってるんだけど、これ330だったんだ。350じゃなかったんだ。3号缶じゃないんですね、これね。じゃあね、33缶なんですね。あ、まあいいや、ビールはっていうか、こういう発泡酒はね、気にせず飲むことができる。あ、でもウイスキーも美味しいんだよな。ちょっとだけ、あ、そうだ、だからこれをチェイサーにすればいいんだよ。そうだ、よいしょ、気使ってね、だからこう少なめなんです。入れてる量も少なめなんです。でチビチビやって、でチェイサーを飲む。白身魚のなんだっけ、香味野菜なんとか、あれもう一枚焼いときゃよかったなとかって、ね、まあいいや、まあ、あときゅうりしかないんだけど、あ、チーズがあったな。これがありました。これをいただいちゃおう。これも一度に食べきらないぞ。こんな感じね。
この下は僕ゴミ、今床にゴミ捨てたんじゃないですよ、ゴミ箱があるんですよ。ゴミ箱といったらマックの袋なんですけどね。で、あの袋が適度にこう埋まってきたら、そのまま丸ごとポイと捨てるというね。でね、まあ今日はね、まあネタはまあ適当にこう見てね、動画の長さ見てね、もうこれでカットしちゃって、そのままさよならでもいいんだけど、一応ネタも用意してあります。よいしょよいしょ。定期購読してる雑誌が来たんでね、ちょっと、ね、紹介しようかなとか、チラチラ見ながら感想言おうかなとかって思うんですが、これレコード芸術って雑誌です。で、今月の特集がこれか。生誕200年フランクとフランスの交響曲、形式と工期の調和。フランクか、また渋いの来たな。というかフランクってあれ、200年前の人なの？そんな古かったっけ。今200年前って何年だ。ああそっか、1822年か。ベートーベンが死んだのが1827年だから、ベートーベンがもうあと5年で死んじゃうってぐらいですからね。まあ意外と、そうか、そうです、もう古典派は終わりのに近づいてる時代ですね。確かにそうだ。この動画見てる方、クラシック音楽興味持ってる方あんまりないかもしれないんだけど、でも去年の大晦日にやっぱり同じようにこんな感じでね、撮った、ライブじゃないんだけど撮影したの、正月早々に公開したら、なんかその時にね、話した内容、クラシックの内容をコメントくださった方がいたから、ひょっとしたら相手してくれる方いらっしゃるかなとかって気もするんですが、そういう方以外にとってはフランクって言われてもね、セザール・フランクってね、フランスの作曲家ですけどね、あんまり、まあでもね、バイオリン・ソナタはひょっとしたら一度や二度聞いたことがあるんじゃないかなって気はするんだよな。多分フランクで一番馴染みがある曲って言ったらバイオリン、あれさっきなんて言ったよ、バイオリン協奏曲って言ったっけ、違うんだよ、バイオリンソナタだよ、ソナタ、ソナタ、ソナタ、バイオリンでピアノ伴奏ね、あれだと思うんだけど、他になんか、あ、そんな、そうだよな、いや、なんか有名曲あったような気がするんだけど、覚えてねえな。ちなみにクランクの交響曲っていうのはあんまり僕は面白いと思わないんですよね。交響曲1曲だけあるんだけど、フランクをネタにして、それからフランスの交響曲だ、今パッと見たらね、そう、フランス人が作曲した交響曲全般に関しての特集ということですね、のような趣旨なものらしいんだから、だからパッと見ね、ベルリオーズが出てきたね。ベルリオーズね、ベルリオーズって言ったらさすがに幻想交響曲有名ですからね。幻想交響曲は普通に面白い交響曲ですからね。僕そんなフランス音楽って熱心に聴かないんだけど、だけど幻想交響曲は聴きますね。こんなのあったの知らなかったんだけど、ドビュッシーの交響曲だって。ドビュッシー交響曲ロタン調ってか未完成らしいんだけどね。あ、しかも、あ、なんだこれ、未完成ってっていうかさ、しかも交響曲と言っときながら演奏してるのがね、ピアニスト2人って、だからこれは本当に未完成は未完成だ、オーケストレーションすらしてないんだ、これスケッチだけですよ、ピアノのスケッチしかないっていうことかな。ああ、そうか、いや、まあね、こんなに飲むつもりなかったんだけど、4分の1ぐらい飲んじゃった。やばい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 、ダメだダメだダメだ、今日はこれだけにしとこう。ということでね、皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。